頂上には、弁天堂が建っている白宝寺古墳は、愛知県田原市田原町冷えたに位置する古墳。渡辺火山の墓所で有名な、白宝寺の境内にある、6世紀末から7世紀、初頭に築造された古墳であり、1975年、愛知県の史跡に指定された。白宝寺山門の東側、清谷川右岸に位置する遠藤墳で、墳丘の頂には、 弁天堂が立っている。服装品は残っていない。1969年に、田原町立田原中学校郷土クラブの生徒によって、噴球と横穴式石室の実測調査が行われたが、噴球の周囲はかなり作平されているため正確な、規模は不明であり、直径20メートル前後の円噴と推定されているが、前方後円噴の可能性も指摘されている。 現地の案内看板によると、岩洞窟は、磯石の大石で作られており、主張の遺体が中に葬られていたと言われている。37歳の時の具法大師が、江ノ島より西国へ帰る途中、この岩洞窟に入って修行したと伝えられる。柵を通して、石室の内部を見ることができる現存する石室は、全長が8.7メートルで、内原質が、 長さ6.4メートル、幅2.4メートルである。沿道は長さ2.3メートル、幅1.2メートル、高さ1.5メートルだが、専門部は破壊後に積み直された形跡があり、本来の沿道は現在より2メートルほど長かったと考えられる。沿道部は天井石の一部が現存している。石室は噴球の中央でなく、 西側に大きく偏った位置に構築されており、本来の紛糾は現在より西方まで広がっていたと考えられる。入り口には柵が設置されており、中には入れないが柵を通して内部を見ることは可能である。ありがとうございます。